3月26日に開催されたスプレンディットボクシング、薬師寺ボクシングジムから4人の選手が出場しました。まずは中山和則選手が1ラウンド KO で勝利。続く村上克也選手は6ラウンド判定勝ち。ファイナル戦に向けて会場のボルテージが上がります。前回も KO で勝てたんで、もう今回も自分通りのボクシングして KO したいと思います。絶対勝つことです。2人は1ラウンド KO を誓いました。いよいよセミファイナル戦、森武蔵選手の登場です。中日本ボクシング界注目のプロ2000名、2011年の2014年のアンダー15全国ボクシング大会優勝、公式計量127パウンド、薬師寺所属、森武蔵。なんとわずか19秒で KO してしまいました。めっちゃ強かったな。今日19秒で終わったんで、感想を言うのは難しいですけど、とりあえず倒せて勝ててよかったです。ストレートが入りましたね。それでいけたの？そうですね、倒れましたね、はい、いよいよファイナル戦、矢吹正道選手が登場します。なんと矢吹選手も58秒で KO しました。1ラウンド58秒、1ラウンド58秒、勝者赤コーナー矢吹正道。薬師寺ボクシングジム、4人の選手全員が勝利です。もうちょっと長いラウンドやろうかなと思ってたんですけど、ちょっとやっぱ周りの影響がちょっとあるんで、それにちょっと興奮していってしまいました。まだまだ狙いますか？そうですね、はい。薬師寺ジムを